遺跡の奥みたいね。手分けして秘宝を探そう。遺跡の宝ってのは隠されてたり罠が仕掛けられたりしてることが多いから気をつけてね。なんかめんどくさそう。具体的に何を気をつけるの？まさか知ったかぶりじゃ。そんなことはないかな。そう、大胆に探すこと。隠されてようが罠があろうが壊してしまえばいいんだよ。なるほど。そう言って私の部屋の壁も壊されたのか。今回は手加減するから平気だよ。まずは邪魔なものをどけるだけでこれぐらい。えい！こらー！遺跡を荒らすな！え？みんな気をつけて。やっと気づいたよね。私の名はガーネット。この遺跡を守護する者よ。この遺跡は散らかってるから物陰とかもしっかり探さないとね。秘宝は必ずあるよ。散らかしてるのはあなたたちでしょ。それに秘宝なら私が持ってるから探してもないわよ。それを早く言いなさいよ。あんたが秘宝を守る番人ってわけね。実はそうじゃないかと思ったよ。やっぱ気づいてたんじゃない。なんであなたが逆ギレしてるの。最初から無視しなきゃいいでしょ。それは誤解だよ。無視したんじゃなくて最初は本当に気がつかなくて、でも気づいたからって言い出しづらいじゃん。変なところに気を使わないでもらえる。そもそも気づかないのがおかしいわよ。それは仕方ないかな。なんていうかあなた全体的に地味だよ。私はその遺跡にあった衣装にしているだけで決して地味ではないわよ。そんなことはないかな。私はそこの性格の暗いポロンちゃんより地味だと思うよ。なんで私けなされたの。自覚してるしスケルトンだし暗いのは合ってるからいいんだけど。もうクラレットちゃん、地味なんて言ってひどいよ。私はそんなこと全然思ってないからね。私が来るまで秘宝を守っていてくれたガーディアンのモムスなんてかっこいいじゃん。だからね、秘宝ちょうだい。あなたのために秘宝を守ってたわけないでしょ。それにガーディアンじゃなくてガーゴイルよ。ちゃんと聞いてなさい。私はちゃんと聞いてた。名前はガーネットでしょ。この遺跡で日々を過ごしてるんだよね。間違ってるわけじゃないけど。過ごしてるんじゃなくて守護してるのよ。全然聞いてないじゃない。いい？もう一度言うからちゃんと聞きなさい。私の名はガーネット。この遺跡を守護するガーゴイルのモンスター娘。律儀にもう一度言ってくれるなんて真面目だね。伊達にメガネじゃないかな。私はさっきからガーネットに親近感が湧く。遺跡に閉じこもってる引きこもり仲間だ。こんなに話を聞かない連中は初めてよ。何なのよあなたたちは。海賊よ。あんたが宝を守護するものなら私は宝を奪うものよ。だったら余計なこと言ってないで早くかかってきなさいよ。わわ、なんかめちゃくちゃ怒ってる。これも私の時を思い出す。みんな気をつけてね。手加減しないわよ。せーの、手加減しないわよ。派手に行くわよ。あんたはマジで許さない。これが私のまだまだよ。やられた。立ち止まっていられないよ。
しい相手だったね。確かにあの斧は怖かった。すごい重量感だったし、すっごいピカピカだった。逆に言うと、斧以外はあんまり印象に残ってないかな。私はまだここにいるのに言いたい放題言って。長年遺跡を守ってきて、負けた相手があなたたちみたいなふざけた相手なんて、私は自分が許せない。強くなって、そして目立って、あなたたちを見返してあげる。二人ともひどい。なんだかかわいそう。違うんだよ。私たちのおかげでガーネットちゃんは遺跡を出て、大会を知り、成長するのよ。そうそう、パルテちゃんの言う通り、これからもこんな荒れ果てて散らかった遺跡を守らせるなんてかわいそうって思ったんだよ。また適当言ってる。でも私は大会ってのを知ってちょっと楽しいけど。秘宝は手に入ったし、細かいことは気にしないよ。これで6個だから、いよいよラスト1個。私のことを見ているが、何か用でもあるのか？リンドさんの実力を見ていたのよ。ドラゴンといえど悪魔の敵じゃないわ。ほう、面白い。ドラゴンをなめるなよ。どちらがこの海賊団の役に立ってるか勝負だ。私が空から見張りをしているおかげで、安全で順調な航海ができているわ。これ以上のことがリンドさんにできるのかしら。サキラが居眠りしているせいでこの船はいつも襲われてるぞ。もっとちゃんと見張ってくれよな。何のことかしら。私が居眠りした証拠でもあるなら教えてほしいわ。私のことよりリンドさんこそ何か役に立ってるのかしら。いつもぼーっとしてるように見えるわ。私はぼーっとしてるわけじゃない。周りの海の様子を見て適切な指示を出しているんだ。なーに、元海賊団船長としての経験を生かしているだけで、当然のことをしているだけだ。リンドさんのめちゃくちゃな指示のせいで、なかなか目的地に着かないとみんな困っているわよ。誰がそんな根も葉もないことを。私はちゃんと役立ってるはずだ。私思ったんだけど、もしかして私たちって役に立ってるどころか足を引っ張っているんじゃないかしら。そんなわけないだろ。私たちは望まれて海賊団に加わったんだ。どちらかというと私たち二人は押しかけた感じだったような。サキラ、仲間同士でどちらが役に立ってるかなんてどうでもいい話はやめようじゃないか。そうよね。私もその意見に賛成だわ。そこに気づくなんてリンドさんもやるわね。ワクワクするね。この辺に最後の秘宝があるのか。やっぱり最後だけあって危険そう。気をつけて探そう。気をつけろって言われてもどうしようもないような。秘宝なんて溶けて壊れてるかも。羅針盤に反応がある以上壊れてないじ。秘宝が存在してるのは間違いないんだじ。じゃあ溶けてなさそうで安心だね。でもどうやって拾うの？そう心配するな。溶岩に落ちていたら私が拾ってきてやろう。すごい、リンドって溶岩に落ちても平気なんだ。じゃあちょっとあの熱そうなとこ探してきてよ。はっはっは、冗談に決まっているだろ。落ちてたら見つかるわけないから言っただけだ。
私でも溶岩に落ちたら3秒と持たないだろうな。実はリンドって仲間になってから全然活躍してないじゃん。これは痛いところをつかれたな。それはきっとこの海賊団はみんな強く、どんな困難も乗り越えてるからだな。そんなの当然じゃない。私の海賊団なんだからね。私の見る目に間違いはなかったってこと。うむ、決して私が役立たずだったり面倒くさがってるわけじゃないからな。盛り上がってるとこ言いづらいんだが、秘宝はきっとあの溶岩が流れ出してる火口の中だと思うんだじ。けど今の話を聞いて安心したじ。みんなならこの困難も乗り越えられると俺は信じてるんだじ。火口の中か、困ったな、どうしよう。あ、私ひらめいた。まずワッフルちゃんの宝の嗅覚を信じて秘宝の位置に当たりをつける。僕のは勘だから何もないかもしれないし、全然関係ないものかもしれないよ。大丈夫よ、ワッフルちゃんならやれる。その後火口の中をオットンが泳いで秘宝を探してきてもらう。何をバカなこと言ってんだお。俺が溶岩の中を泳げるわけないんだじ。きっと大丈夫よ、オットンならやれる。そんな気がする。絶対適当に言ってるんだじ。考えた間があったのは無理そうだと思ったんだお。秘宝を見つけたらリンドちゃんが3秒以内に秘宝とオットンを回収すればいける。3秒持たないってのは3秒大丈夫って意味じゃないからな。失敗したらどうするんだ。私がみんなの成功を祈るから大丈夫よ。それじゃ今の流れでいくわよ。みんなでこの困難を乗り越えましょう。バルテは祈ってるだけなのか。いやだじ、無理だじ、もう虫がらじ、死んだら化けて出るんだじ。なんかすっごいになってるし、まあやっぱ無理か。でもちょっと試してみるだけでも。ねえねえ、なんか様子がおかしいよ。おったんじゃなくて火口のね。ガオー、バルテ、試してる時間はないぜ。ヘンテコモンスターが現れたんだぜ。おかげで助かったぜ。なんだこのヘンテコモンスターは。火口から出てくるなんて普通じゃない。狙いは俺か。ほほほ、全然助かってない。俺は食べても美味しくないんだじゃ。ねえねえ、こいつ秘宝を持ってるっぽいよ。体が光ってるし。つまりヘンテコモンスターが秘宝の力でこんな姿になったって感じか。そんな話は聞いたことないな。火口の中に潜って探すよりは倒す方が簡単よ。もし逃がすようなことがあればさっきの案を試すことになるよ。ああ、今回だけは絶対に倒すぜ。おっと、みんな、いつも無理ばかり言ってごめん。でもそれもこれで終わりよ。私一人じゃここまで来れなかった。ここまで来れたのはみんなのおかげよ。本当にありがとう。そんなパルテに似合わないセリフは勝った後にゆっくり聞くんだぜ。こいつを倒して秘宝を手に入れて終わりにしよう。ガオガオ。みんな気をつけてね。満足させてくれ。覚悟はいいか。血がたぎるな。お前も熱くなれ。燃え尽きろ。立ち止まって
だったな。しかし、てんてこモンスターがここまで強くなるのか。うわ、秘宝があったのはいいけど、ぬめぬめのぐちょぐちょだよ。洗うしかないで、俺が洗っておくんだで。タルテはモンスピ界の外から来て、これで帰るんだったな。うん、まだ見ぬ宝があるかもしれないけど、残してきた仲間もいるしね。早く帰って、私の活躍を自慢しなきゃ。リードちゃんはどうするの？任せてきた海賊団が気にはなるが、外の海を見てみたい気もする。どうするか考え中だな。僕はご主人についていくつもりだからね。どちらにしろモンスピ界の端までは案内がいるだろう。送っていってやる。無事帰れるといいな。それはリンドについていくと迷って、無事じゃ済まない可能性があるということかお。私は迷ってなどいない。いつも自分が信じた方に言ってるだけだ。それに寄り道した方が楽しいだろう。うん、秘宝集めに比べれば楽勝よ。あとは奪われないようにするだけだし、のんびり行きましょう。私、とうとうやったよ。モンスピ界の7つの秘宝を揃えられた。これで胸を張って帰れる。とうとう帰る時が来たんだ。大変だったけど、意外と順調に集まったし、私って運命に愛されてるわ。それにしても、なんか視界が悪い。やっと秘宝を集めた私が、これから故郷に錦を飾ろうって時に。うわぁ！こんな海の真ん中で、またリビエラちゃん？パイ！あれ、パイ族よね。ちょっといつもと雰囲気が違うけど、なんでパイ族がここに？タルテ危ない！下がれ！そのパイ族はただのパイ族じゃないんだぜ。パイ！こいつらはブラックパイ族。歴戦によりその肌は黒ずんでしまったと言われる戦うパイ族たちだぜ。パイ族戦では逃げることは不可能。ここは倒すしかないんだぜ。もうなんでこのタイミングでブラックパイ族とやらが襲ってくるのよ。パイ！さあやっちゃうよ。パイ！バイバイ。いた！パイ！バイバイ。あんたはマジで許さない。これが私のカーッ伝説だよ。覚悟はいいか。血がたぎるな。お前も熱くなれ。燃え尽きろ！暴れちゃおうかな。我慢してね。いっけ！あいつだよ。君をやっちゃって。どんなもんだ。何が戦闘集団よ。
あたしたちにかかればこんなもんよ。こんなのほっといていくわよ。出発！あれ？船が動かないんだけど、どうかしたの？バイー！何よ？まさか今の戦いでパイ族たちを倒したの怒ってる？襲われたんだからしょうがないじゃん。これは違うみたいだな。パイ族がモンスピ海から出ることに反対してる。だから船を止めたんだ。何よそれ、逆らうとはいい度胸じゃん。ブラックパイ族みたいに痛い目に遭わせるしかないよね。おい、それは前にダメだって言っただろ。パイ族じゃないと船が動かせないし、きっといろいろ困るぞ。まあ、私も今までお世話になったし、これからもあるからちょっと嫌なのよね。出会った時にやっとくべきだったか。相変わらず鬼のような発想だぜ。パルテさん、私の出番が来たようだわ。私はこんな時のためにこの技を磨いてきたのだから。パイ族ちゃんたちを私の力で虜にするわ。必殺新魅了攻撃。チーラ、はい。おほー、俺はいつでも虜だぜ。ブー、違います。オットンちゃんじゃないわ。パイ族が私を無視する。相変わらずオットンにしか聞かなくて何の役にも立たなかったね。なんだか苦しんでるみたいだし。パイ、私の攻撃が効かないだけでなく苦しそうだなんてひどすぎだわ。それにしてもなんでパイ族は進んでくれないの？モンスピ界から出たくないってこと？さすがにここから泳いでくなんて無理だし。それは多分パイ族の目的もモンスピ界に散らばる秘宝を集めることだからだと思うんだじ。秘宝を持って出ようとしたから襲われ、これ以上外には進ませないってことか。そうだ、じゃあ秘宝を捨てればいいんじゃない？ダメ、秘宝は絶対持って帰る。出なきゃ今までの苦労が水の泡よ。方法はいくつか思いつくが、パイ族船じゃなければどうだ？そんなのどこにあるのよ。リビエラの船かな。へえ、そうなんだ。特別な感じがしていいじゃん。私たちが四天王時代に使ってた船は沈んでしまって、オットンたちが乗り捨てていった船を奪ったんだ。見覚えがあると思ったが、やっぱり俺たちの船だったのかお？ということは。でもオットンがモンスピ海には船を作れるのはパイ族だけ、パイ族船しかないって言ったんじゃなかった？それは今の話で、あの船は人間がいた昔に作られたはずだじ。その代わりかなり古いから手漕ぎなんだじ。手漕ぎだから毎回毎回私の船に体当たりしてきたのかな。全然いい船じゃなかったよ。俺の船をバカにすんな。このモンスピ海を股にかけた船なんだって。ご主人、手漕ぎはいいよ。自分たちの力で進んでる感じがいいんだよね。オットンと初めて意見があった。その船はいかだに通じるものがあるし良さそうだね。私もいかだにはちょっと惹かれるかな。海に近い感じが落ち着くし、何より名前の響きがいいんだよ。私もいかだって乗ったことないし、いかだでもいい。どうしてもってわけじゃないけど。なんでイカダ推しなのよ。おかしいでしょ。手漕ぎの船より退化してるじゃん。モンムスはイカダで海賊するのが流行ってるの。だいたいワッフルちゃんのイカダは沈んでるし、ボロンちゃんも。
イカダじゃ引きこもるとこないからね。そっか、じゃあいいや。とにかく話をまとめるよ。海賊船じゃ海賊たちに邪魔されてモンスピ海から出られない。海賊船じゃない元オットンの船なら外の海に出られる可能性がある。イカダは論外、襲われたら終わりだから。そして元オットンの船はリビエラちゃんが乗っている。なら答えは一つね。元オットンの船だから返してもらうってことにはならないだろうな。やはり力づくか。ええ、リビエラちゃんたちの船を奪うわよ。もともとオットンのらしいし、海賊なら取られたら奪い返すのよ。さあ船を奪うためリビエラちゃんを探すよ。ああ、そういえば私たちから探すの初めてか。待て、パルテは重大なことを一つ忘れているぞ。私はイカダ派じゃない船派ってことだ。後で相手してあげるから、これからって気分に水を差さないでもらえる？なんだと、なんか私に冷たいぞ。